はい、ということでお届けした曲は玉木貞子さんの桜一番やいびーたん、ね、最初にかかったのがチュラウミオンドだったのでちょっとあのグブリーナとエビーたちが桜一番うとどきサビタン、そして、ヨーリー先生、はい、到着しましたのでちょっとねアウティーハーティーさせたかなと思いましたが、ワンガングとセイアンチよ、うん、あグブリーナとエビーサタイ、はい、うん、ということでね、うん、到着しましたのでまた今日もいろんな話、はい、一緒にしていきたいなと思ってます。はい、そして、先生、先週もこの正月の話そういびーたちが、はいはい、また来週や旧正月が、ね、あるということで、うん、でもあの前から話してます、先週もね先々週も話してますが、やはり今年、うん、あの元旦っていうかね正月明けてからずっとこのお正月に関する話だったり、うん、なウビナディの話だったり、うん、いろいろしていますが、12月はね、うん、あの拝んだての月なんですよね。そうですね、うん、屋敷の拝んからや、うん、またあの24日までねお世話になった、はい、お世話になったね、うん、あの日の観覧の人たちがね、はい、あの天に上がられて、うん、ね、あの昼夜一平今度はできとうたんどうとかね、うん、いろんな評価を受ける月なんですよね。そうですね、うん、私からあの、うん、あの前はね12月、旧暦の12月にや、うん、25日頃からお餅つきしていたそうですよ。へえ、うん、昔は、うんうん、やっぱり総合地の、うん、あのまでにね、はい、お餅を作って正月してお年玉をあげるというようなね、うん、うん、なおねし父親美子が、はい、またお年玉もねあのお金じゃなくてやっぱりこの餅だったりしたということで ね、 お餅でね、やっぱりこの年を丸く、まあ、みんなで和合を持ってね新しい年を迎えるっていうことで、はい、うん、その餅の丸っていうところもね、そうそう、意味があるよってことで話をされてましたけれども、うん、また、この屋敷の拝んなんですが、まあ、ちょうどね20日からなので今日ぐらいからまた24日までということで4日間そうですよ、ね、各場所場所でありますけど、うん、ちょっと自分もあの、まあ、おばあからもよく聞いたことはあるんですが、年にこの3回屋敷の拝んがあるらしく、うん、人鉢と八鉢とで、そして今月のこのしわ足の12月3回あるそうですが、この12月はやっぱり1年間のねこの二平の心をうかみがなしにこのお伝えする、はい、ね、ね、シディガフって言われている、うん、この屋敷の拝んらしいんですが、やはりあのやり方も違いますし、あの場所場所によってねこの回る順番とかも違うようですけど、この1年間の、まあ、いいことをぜひ神様が天に昇るときに報告してほしいということで、そしてまたこの1年間あの屋敷のねこの土地の神様から、トゥファシェラの神様、この屋敷の中の柱柱の神様、床の間の神様も含めてたくさんのまあ神様がいらっしゃるということで、その神様たちにまあ年間のね感謝を伝える日だということになっていますが、この方角もうなんかこの違うみたいですね。2月はあの敷地の北の方から東に行って、いい、南に行って、はいはい、それからまた西に行って、ね、今ちょっとあの資料見てるんですけど、うん、はいはい、それから城のところに行って、玄関、そして床の間、トイレ、うん、で最後に日の館らしいんですが、あ、もちろん最初に日の館通してからまた最後に日の館行くらしいんですけど、あ、うちなんかはあれだね、はい、日の館にお通しして、うんうん、おトイレから始まります、ね、ああ、そうなんですね、みんな違うんだよね、うんうん、それで来たからね、はい、人によってもね、うん、このお家の間取りによっても違うと思うんですが、うん、そして8月と12月は同じ日の館通して、うん、敷地の北側から回って、はい、そうですね、西に回って、うん、南に回って、うん、東に回ってまた門から玄関入って床の間、トイレ、そして日の館にまた あの、ありがとうございましたということで話するらしいんですが、8月すごいですね、うん、昔の人たちはね、そうですね、でまたあのこの回る順番が2月は右回りらしいんですけれども、あ、はいはいはい、
この8月12月は左回りになってるらしくて、大体右回りだよね、うん、玄関からや、そうそうそう、で右が回りになってるのはやはりあの良いものを入れる意味があるようです。で逆にこの8月12月はその、悪いものを今度はあの外してもらうってことで、ね、はい、それであの左回りになってるようです。なのでね、やっぱりまあそれぞれや、うん、はい、昔のちょんちゃんやあの、うん、いつも運を引き寄せるこの力や、うん、あすごいなと思いますね。あのそうですね、うちなぐちよ、うん、あのクレームルあの昔のちょんちゃんがのこの守る、はい、あのおさぎんでいるこの言葉よ、はい、売りを伝承しね、大丈夫かね、うん、あ車大丈夫ですか、はいはいあの、うんうん、この今生きよったからね大丈夫だ、そう移動するはずよ。あそうですか、うんうん、はい、分かりました、はいはい、ね、カメラ撮るからチェックはしてたけどね、あの、うん、やっぱりうのならでやでもいびしちゃ、うん、やっぱりあの、ね、あのこの方言昔からの言葉、うん、このあの昔の言い方グイス言葉グイスんで一応ね寂しが、はい、これをねやっぱりティーチナーティーチナーウサギ氏から勉強しね、うん、や上手ないんだよもう意味、うんうん、もう本当にあのワラバーターの誕生日とかもね、うん、はい、あのおばあちゃんがもろウサギやびせや、うん、くりよわったなもろあのどの、ま、孫から、うん、何月出たかやんち、はい、いつも考えるけど、うん、昔のおばあたちはね、うん、なうさぎこれがあの当たり前で、そうですね、もろ若いろすんで、うん、家族みんな本当ね、うん、あの朝起きてこの日の間に手を下げるときに必ずかの家族のことね認可しますよね、うん、すごいと思いますね、うん、で必ず今日がもう9の何日っていうのも分かりますし、はい、分かるしね、あでこれはいいなと思う、うちもね、あのやっぱりよあのお餅つきの海なりとかや、はいはい、あのお願いされてからはね、うん、俺一平上等やさと思ってね、うん、あのもう本当に おばあたちをあちこち歩いたりしてですね、はい、方言の売りから習いしゃマシやすさと、うん、思っております。そうですね、また言葉がすごく綺麗なんですよね、うん、やはりすごいですね、主言葉ですよね、さりさりさりうっとってね、うん、はい、あやっぱりね、ですしやっぱりあの神様にねお言葉をあの、うん、述べるものなのですごくまたあのやはり感謝がすごくこもってる言葉ですよね。そうですね、もう本当にあの、うん、わらばーたーをあのわらばーたーがひねくれるのもね、うん、わらばーたーをしてならさやっぱりあの親がね、うん、ちゃんと困らないように、うん、子供たちが困らないようにするのが親の務めでね、はい、それあの本当に それがこのグイスだと思います、うんうん、本当ね。でまたあのこのうとうとする時もあのお米を使ったり、まあ、マース使ったり、うん、お酒使ったりしますけどやはりそれもねあのこの塩っていうのはやはり海からの恵み、 そうですね、そしてお米はやはり水とか、うん、あのそういった土地のね神様 あの、まあ、徳をもらってそのお米を育ててそれをまた私たちが食べることで命をつなぐっていう。まあ、その命のつながりの感謝も含まれてますよ ね、うん、あの米はよ、うん、昔はあの 塩とかじゃなくてね、うん、あのほら鬼は外奥はうちの豆まきがありますね、はい、あれのまたあの豆もね、うん、昔はお米をだったそうですよ、うんうん、お米なまる、うん、あの豆になってね、はい、豆という字はあの鬼書いて豆だね、あはいはいはいうんうん、あそれもあのやっぱ悪い、うん、悪いのをね、はい、鬼の目をつぶす意味があったそうです。う本当はそうですね、本当お米だったそうですよ。うん、うん、
これはね、節分とかもね、またあの大和のしきたりではまた来月入ってきますけど、入ってきますね、あれもまたね、恵方巻きって言って、うん、あのあれを一定の方角向いてね、うん、巻物を一気に食べないといけないっていうのがあるらしいですけどね、それでまあ徳をまたあの一緒に体の中に入れるっていうことでありましたが、ねえ、あのこの沖縄のこのグイス言葉もそうですが、本当にあの綺麗な言葉を使っていて、そして常にやはりこの沖縄の旧暦行事、年中行事も含めて全て感謝がこもっている。全てですよね、うん、あの本当にこの行事ね、うん、ああ俺意味が浅いやんち、はい、本当にすごいと思いますね、うちのあの行事はね、うん、まあどこもそうですけれども、はい、行事があるからが国が守られてね、うん、あの地域が守られて、うん、ね、年神様がいて、また正月は自分の神なんですよね、はい、正月様とかね、うん、そういったあの昔のグイスは、うんうん、順に勉強しね、はい、あのもう私もね、うん、あ もちろんあのこの方言のお持ちかさの、うん、私を抜くさやいびしが、うん、なかなかあの戦後生まれでね、はい、あの、うん、結構戦に終わって大変だったと思いますけれども、うん、なあの方言をだんちゃんだんさ、はい、うん、そうですね、うん、この地域によってもね、またあのこの札かけたよっていうところもあれば、うん、なかったよっていう人もいましたね、うんうん、でまた世代によってもね違うらしいんですけれども、そういうのもあったようですね。そしてあのもう一つ、この屋敷のうがんもそうですし、うん、あの沖縄の行事で欠かせないのがあのこのサンゴはね、サンですよね、はい、あのヨーリー先生も前ね、はいはい、このジーファーもあのさんと一緒だよっていうこと、ジーワーもイニワさんと一緒でね、お話ししてましたよね、うん、さんって書かれてますね、はい、中国語で、うん、うん、だからびっくりしてね、ああ、はい、やっぱり中国から調査やと思ってね、うん、中国の方がこの邪気を洗うためにさんさんって言って、あうちのあまり調査やん、うん、これがね、はい、うん、やっぱりうちのあの、うん、あのこのグイスの中にね、うん、うちのあのおばあたちはね、やっぱりあの壺どの体に壺が108合い瓶で、うん、このあの壺ね、はい、108 あのやっぱり自分で、うん、あのいつもおばあたちが念願してるの、うん、108の魂ってとか、うん、ね、親孝行しようやって、はい、うん、そしたら百八たちのね、あの力があるというような、はい、うん、年やびいたんや、うんうん、よくわからないけどね、うんうん、またその辺はね、あの沖縄の、あの文化の中にもやはりいろんなあの仏教とかね、そうですね、そういったあの流れもあると思うのでね、うんうん、108の煩悩とかいろいろ仏教でも そうですね、ありますけど、うん、やはりこのいろんなところの文化をね、沖縄のこのいろんな要素に組み込んで、うん、長寿をたたえてたそうですね、うん、そうですね、ね、うん、うん、一平と信ちゃう山へたんどうりち、うん、話がいびいたんや、うん、またあの何かするにしてもね、やはりその村の一番この移すいの方々にね、あの話を聞いたり、まあ、許可を取ってね物事を行うっていうのもお聞きしたことありますが、 うん、あれみたいですよ、あの最初の頃は、うん、まああの満開、まああのあの野望だったらね、宮宮だった宮宮満開、今度また生まれんどうし、ん、とってもあのそういったのを大切にね、みんなさあね、はい、みんなでも嫌なもんがいらんごと信じや、うん、みんなで守りよったそうですよ、はい、うん、もう本当に地域の宝物ね、うん、子供はだからあのやっぱり昔の人たちはあの縁とかね、はい、丸とかね、うん、あつなぐ、はい、もうね綺麗な輪を作ろうとかね、うん、そういったので囲んで、これが、はい、これも三の一つですね、うん、うん、そうですね。そしてあの屋敷のうがんで
あのもちろんこの土地土地の神様とこの屋敷の中のね神様にも感謝するんですが、またあのこのヤナムン外す時にはあの一番フールの神様がね、屋敷の中ではすごいよってことでよく聞きますけど、まあね、トイレの神様一番強いみたいですね。終わったら体験としてはね、踊りの昼夜試験、試験の時にはやっぱり紙を言う時もね、お尻がフーデーベル、合格しますようにって、でまたフーロンカインジャーに、はい、着物つけたままですよ、もう何番何番って大体5番まで待機しますね、はいはい、必ずおトイレ行きますね、トイレで、ちゃんと拝まして、それから舞台に上がって、まあ一番最初舞台の真ん中でね、ここでねちゃんと普段通り踊らせてくださいと、まあこういう念願かけてから、まあね神を言う時もまたお尻本当にありがとうございますと言って、またフールに行って、そんな感じですね、おトイレの神様はとても大切と言われてますね、はい、大きな力があるんだそうです、そうですね、例えばね、なんかこのいろんなことがうまくいかなかったりとか、このなんかちょっと嫌なもんついてないかなとかね、ちょっとなんかおかしいなって感じた時にはトイレに行ってね、外すね、外してもらうとまた元気になるよっていうのも聞きますし、やっぱりこの80代のおばあさんたちもそうですけど、何かちょっと自分でねおかしいなと思ったらすぐトイレの方に行ってね、トイレで塩とか準備してね、なんかグイス上げてやってる姿よく見ましたね、昔は考えるトイレアイビー行くと、はい、今もねお家ですよね、だから昔の終わった年齢ぐらいまで、やっぱりちょっと外す、外す真似事しますね、すぐは入らないですね、やんなあかんね、そうですね、そういったやっぱり考え方は、違いますね、生の人たちとはね、やっぱ古い、やっぱりね古いものをやっぱり生やてん、誇りも長瓶や、そうね、誇り持ってますね、はい、ということでじゃあちょっとですね、また一旦 CM に行ってみたいと思います。カフムイラジオチムビラユタサルグトウニゲーサビラ、
はい、ということで CM でした。先ほどからね、ヨリ先生とこのヤシチのウガンとか、またあのこのオチナーのこのウガングッドソルトチのこのグイスにはもう本当に綺麗な言葉が使われていて、なおかつまたこの昔のね、トゥスインジャーの皆さんのこの気持ちが入ってるね、チムグクルも一緒に入ってるよっていうお話をずっとしてきていますが、うん、これからお勉強した方がいいね。はい、いやまたほら、うん、すぐなあれやいびれ、うん、24日、うん、24日が2日、うん、2月ぐらいかな、うん、4日なので、ね、そうですね、2日ですね、ね、うん、本当に感謝してまた鳥栖の夜を迎えるね、はい、ああ変わったよ、俺鳥栖の夜にはもう大きなお祝いしましたよ、うん、わらばったいらあの家になって座らせてね、はい、うん、やっぱり一日一日正しい月を当ててね、うん、はい、1ヶ月は30日、うん、1年は12ヶ月や、はい、あこうやってあの親の言うことをよく聞いて、うん、心をあの丸くしてね、はい、してあの昼夜31日と年の夜は皆さんがお利口だったから、うん、ね、あ今日迎えることができるんだよ、うん、また総合知恵さや、また正しい月あちゃから総合知、うん、またあのこの仮をつけるね、はい、あの命なち命なちのむくくるや、うん、またあのこれを大事やこと、はい、1年間健康でよかったねーにゃ、そこでお年玉あげましたねわんや、うん、沖縄のこの習慣ムーチーから始まって、はい、トゥンジーや、ね、はいはい、トゥンジーから逆だね、トゥンジー始まってこのクンチつけて、でムーチーでまたさらにこの寒い冬をね、うん、乗り越えて、そしてまあヒヌカンガナシーとか、まあ、いろんなこの土地の神様も含めて屋敷の神様に感謝をして、そしてまた1年のね報告も、あの嫌なことは天に報告しないで、まあいいことね報告お願いしますっていう意味も含めて、またウガンボ土地もありますけど、このヒヌカンの神様がね天にあの報告しに行く日があるよということでありましたけど、やはりそのこのなんていうんですかね、祭祀事というか、まあ、うとうとすることを通して日々、まあ、感謝を忘れず、そしてあの自分のことだけじゃなくて、やはり自分のね一番身近にいる家族のこととか周りの人のことを、まあ、うかみがなしに願うっていうことは、すごくこの相手に対してのね思いやりだったり、またそうすることでね自分をまた律したりとかね、いろんなのがありますよね。うん、あさもういい言葉やいびんや、うん、うとうとや、はい、もういつでもうとうとってね、うん、あのな思った時にねどこに向いてもうとうとってね、はい、あこれはもったあのやっぱりお守り知事はやいびんや、うんうん、あのご先祖様たちのね、はい、これて定質に装備せや、うん、あいいですねこのうとうとは、うんうん、やっぱりあのこれを本当に深く深く学ぶためにはね、うん、声を出して、はい、うさぎものに、うん、声を出して、うん、あの勉強したいなんちなあ最近のよ、うん、ウルルム通る、うん、本当ね、うちかさの方言ね、うん、なかなかうちなあの言葉ね、はい、本当難しいところもあるんですが、やはり知れば知るほどねこのうちなあ文化の深さだったり、まあ、いろんなこのああなるほどっていうところがね見えてくるんですけれども、この屋敷のうがんはやはり見たところ資料見たんですけど、自分のこの干支は避けて干支じゃない日、うん、にみたいです、ね、やった方がいいみたいですね。やはり自分の干支だとどうしてもなんか強くなっちゃうのかな、何かがねあるのかわからないんですが、まあ、そういう日は避けてやった方がいいっていうことで、例えば同じ家と同士、うん、あのねおめでたした場合、うん、魔女を産む神ね、どっちかが負けるよって、うんうんうん、そういうことでしょうね。そうでしょうね。わたぶとてんてんさんね、もうね、うん、全然何も知らないけどね、はい、あまんかになれあまんかになれんちおばあたちが、うん、やっぱり同じ家と同士はどっちかが負けいくと、うんうん、
一緒には食べない方がいいっていうのをね、うん、教えられましたね。へ、うん、やっぱそういったのもね、うん、本当にわからないけどね、うん、あのこの舌をね、はい、舌を心の中模様や、うん、素晴らしい刃や、うん、ね、そうですね、うん、はい、じゃあここで1曲をお届けしたいんですが、先ほども流したんですが、玉木貞子さんの曲で「うちなあのくくる」という曲がありますので、そちらの方をちょっとご紹介したいと思います。玉木貞子さんですね、くんじゃんの出身の方なんですが、今、倉敷の方でこの、まあ、民謡を教えたりしながらその活動してるんですが、沖縄では特に民部の踊る曲でね、いろんな曲を作られてる方です。で、まあ、四季折々のこの祭りのね温度とかいろんなのもあるんですが、今日はこの「うちなあの心」っていう曲をお届けしたいと思います。父になって君シェイビリー、はい、お届けした曲は玉木貞子さんの「うちなあのくくるやいびーたん」
ということでね、まあ、忘れないでねってことでありましたけどね、うちのあのちむぐくろ忘れないでねってありましたね。忘れかけてるね。あ、本当にね、忘れかけてるんですか。あ、だから忘れないようにね、やっぱり、うん、またこのやっぱりグイスに、うん、本当の本当のや、はい、言葉グイス、うん、あ、この中に、あ、これ意見はね、勉強せやね思ったんで、うん、やっぱりあのね、総合地の応答と、はい、1日15日の応答と、うん、まあ、いろんなね、応答とがいっぱいあります、はい、みんな違うからね、うんうん、でももう変わらないのはやはり感謝を述べて、あ、そして、あ、中身は ね、 ね、うん、そしてまた、ね、あの本当に心からこの、うん、なんていうのかな、自分を清らかにしてくださいっていう、そうですね、この心が入っていたり、うんうん、そしてまたあの自分のね、この周りにいるお世話になっている人たちの、まあ、健康を願ったり、あの無事を願ったり、そういうこの相手を思いやる、思いやる心ね、心がね、うん、まさにこの中に詰まっている感じがしますけど、うん、また言葉もね、綺麗な分あのやはり難しいところがあるので、まあ、それもまたうつすいの方々から習いがちにね、自分の言葉で言って、昔の伝えるっていうのもね、昔のうつすいちゃや、うん、あのやっぱりあたいめるやびたしや、はい、日常生活ね、うん、こういった言葉はね、うん、あんまりあのいい言葉ばっかり言ってましてね、うんうん、そうですね、うん、あの本当にネガティブなことは一切言わないね、うん、そうそうそう、うん、で自分のこの願い事だけも言わないし、うん、逆に相手のことをね、いつも思いやる言葉を、この方のね、健康を 願いたいのでとかね、お通してくださいとか、あの役払ってね、またこの人が一日元気で仕事も頑張れるように見守ってくださいとかですね、そういった言葉が多いですよね、うん、まあ、ね、あの結婚した時にここのおばあちゃんがね、はい、70万のおばあがいらっしゃいましたけどね、うん、あ、宇宙新聞紙茶の会からじさばち、うん、あのやっぱりどこに行ってもお勉強するのがあるんだなって、うん、うん、まあ、これが気に入ってますね、はい、結婚してからいつも、うん、この徳姿ね、はい、あれはやっぱり綺麗になる心なんだよね、うんうん、またこのおばあさんたちがこのやってる姿ってまた凛としてね、すごく美しいですよね、本当に綺麗ですね、うんうん、お棚からでおティーサバチがおぶさたちが、うんうんうん、やっぱりあの綺麗、大人だったら、うん、綺麗な大人になるねと言われた時はね、うん、例えば今のわらばあたね、はい、お利口がなくなって気をね、うん、失いつつ、はい、だからやっぱりあの綺麗な大人になるねって言われた時はね、やっぱ綺麗な大人になりたいですね、うん、ずっとずっとこの親の子のや思いが心の中にあるもんだからや、ちむぐくろに、うん、あそこと生のわらばあたんや、このお利口お利口だねな、うん、お利口しようというね、はい、この親たちのこの、うん、の間の取り方、間の、うんうん、やっぱりあのこの間というね、うん、空間美、これが、うん、あの大きな愛だと思いますね、うん、だいたいこれをわしとおくとろ、はい、あのこんなあの昔のね、うん、話にどん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 薄れて、うん、来ると思いますね、うん、だからあの忘れかけないように、はい、やっぱりこの間間、うん、この間間が本当の心やんでろ、うん、これほら仕事しないといけんしね、命日命日順のもう切らんとワルバーターもね育てないといけないから、うん、これに追われて、うん、この本当の中身の愛を忘れてしまう、はい、うん、ちょっとね一息つく間をね持った方がいいかもしれないですね、うん、うん、はい、ということでね、今日はこのうちなのうがんごとから始まり、そしてあの屋敷のうがんが、まあ、今日から4日間の間でね、
各沖縄県内で行われますが、そしてその時にまあ使うこのサンゴはね、はい、あのススキの葉っぱとかいろんなのでこの首ってやりますが、うん、そうですね、まあ、それがあのまた一方ではこの体に刺すジーファーもね、うん、あの中国ではサンというよっていう話もあって、サンという名前が書かれてましたね、うん、びっくりしましたね、うん、あとはやっぱり邪気を払う、うん、はい、サンというのは、うん、あやっぱりあのマブヤマブヤ、うん、ね、あのそういう時もサンを使うし、使う、ね、うん、アンマーコートオターガンダンという時にもね、はい、この中指とかはやっぱり、うん、あのチャーナーカンカハサでね、うん、まあ、あんまり面かはやしねすぐちゅんかい取られるの捕まえられるよ、うん、後ろからおろおろしたら捕まえられるよとね、中指でちゃんとあのおまじないしてましたね、うん、クリンサンドヤイビンドや、はい、ね、考えてみたらね、うん、そうですね、うん、あのウコールの足も3つだしね、この3っていう数字はすごく沖縄では大事な数字みたいですね。そうですね、うん、3月3日、はい、33してね、うん、神様がいっぱい集まるんだそうですね、うん、そうですね、まあそういう日もあり、そしてまあウガンブトチが始まって、またあのおかかまどのね、またあの天から戻ってくる時の行事もこれからありますので、あ、そうですね、まあ、そういう一つ一つの行事もね、お香のやり方もね、ま、うん、右前左前、はい、ありますね、ね、ありますよ、うん、本当に。なのでまあ一番大事なことはやっぱり日頃のこの気持ちをね、あの常に伝えるっていうことじゃないかなっていうのはすごく感じますね。そしてあのまあ本当に今時間に追われてなかなかね、子供ってさえも、まあ、スキンシップを取る時間もないんですが、うん、ちょっとしたまたね、また専門がね、うん、はい、見失いつつ、うん、あんまりいらっしゃらないね、うん、昔みたいに、そうですね、うん、なので、まあ、ちょっとした間を設けて、ちょっとお互いにねリラックスする時間も設けて、まあ、輪を取り持つことも大事じゃないかなっていうことでお話ししてきました。そしてまあ、このね屋敷のうがんもそうですが、まあいろんなこの水、火、土地、そして屋敷の戸柱、床の間、途切れ、全てのところに感謝をして、また一年のこの体が風と、また厄払いと、そしてこの家もね、あの繁栄していくようにということで、まあ願いがこもっているわけですが、そしてこの釜舞いした後にね、あのやはり私たちがこの命をつなぐ場所っていうのがかまどですので、そこの神様にも感謝をして1年の報告とね、また新しい年を迎えた時にこの1年もいい年になるようにっていう願いを込めて、まあ、はい、通しますけれども、そういったことをねしていって、まあ沖縄の1年がどん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 この変わっていくっていうことになってきますけどね。ね、うん、あ、このオートとエアオアエネランサーや、はい、そうですね、うん、うん、どんどんまたこれをね若い世代の人たちにもつないでいきたいです ね、あの、うん、やっぱりね、はい、引いていきたいですね、手を当ててつないでね、はい、うん、それではですね最後なんですけど、今日はまた、最後は上川聖人先生の曲で締めたいと思いますが、今日は新伝サー節をお届けしたいと思います、はいはい、あっという間に時間がやってまいりました。今日もまたね、はい、1時間お付き合いいただきありがとうございました。この後もですね、うん、またぜひ FM 小座の番組で楽しんでいただけたらと思います、はい、そしてあの午後もですね、またお仕事頑張って、今日1日またあの学びの多い、そしてあのちょっとしたまたリラックスできるね時間も取れる、あのいい一日になれるように、まあ、願いも込めてこの曲お届けしたいと思います。上川聖人先生の新伝サー節やいびん、チューンイペニフェーデイビタン、フェーデイビタン。